Google Now とは、Google の Android に対応するバーチャルアシスタントである。Android ネイティブな Google 検索のエクステンションとして、質問に答えたり、おすすめを生成したり、Web サービスへのリクエスト動作するために、自然言語、ユーザーインターフェースを使用している。ユーザーが始めたクエリに答えるために、Google Now では、ユーザーの検索傾向に基づき、ユーザーが欲しがっていると予測する情報を、 配信している。Android 4.1から搭載されており、最初に対応した携帯端末は Galaxy Nexus だった。ポピュラーサイエンスは Google Now をイノベーション・オブ・ザ・イヤー42012に選出した。2011年末、Google が Android の次バージョンで実装する Apple のシリと同様のバーチャルアシスタントを開発しているという報道があった。初期コードネームは ジーン・ロッテンベリーの妻メイジェル・バレットや、スター・トレックシリーズのボイスコンピュータシステムにちなみ、メイジェルと名付けられていたが、アシスタントというコードネームも付けられていた。2012年6月27日、Google i.o にて、Google Now が Android 4.1 j e l l y Bean のプレミアムデモンストレーションの一環でお披露目された。2012年10月29日、 Gmail カードの追加を伴う Google Play 経由のアップデートで Google Now が使用可能になった。ユーザーの Gmail アカウントから引き出したフライト情報、荷物の追跡情報、ホテルやレストランの予約といった情報とともにカードを表示する。さらにユーザーの現在位置、検索履歴に基づき映画、コンサート、株式取引、ニュースのカードも表示する。また、 ユーザーによる音声入力でカレンダーでイベントを作成することもできる。2012年12月5日、Google 検索アプリケーションのアップデートに伴い、Google Now もアップデートで近いうちに行われるイベントのカード、博物館や店舗でのカメラを使った検索、電子メールでの航空券を受け取り、予定している旅行の目的地の天気、誕生日のリマインダー、ウォーキングなど、 行動の月間別概要といった複数の機能が追加された。今回のアップデートでの新たなボイス機能として、Google への投稿、曲の認識、バーコードスキャンが追加された。Google Now は Google 検索アプリケーションのアスペクトとして実装されており、ユーザーがデバイス上で繰り返している行動を認識することで、ユーザーにカード形式でより関連性のある情報を提供している。 このシステムは Google のナレッジグラフというユーザーの意味とつながりを分析することでより詳細な検索結果を生成する時に使用されるシステムを活用している。特化されたカードは以下の通り C ネットのスコットウェイブスターは Google Now のユーザーが過去の場所履歴やチェックインに基づきユーザーのイベントをリマインドする機能を称賛した上 ユーザーによるリクエストなしでクリーンかつ直感的な方法で瞬時に情報を提供することをさらに称賛した。批判としてアルステヒニカのライアン・ポールはシリを含むほとんどの音声操作アプリケーションのように音声認識に大きな問題を抱えていると述べているが、クエリ入力機能には多くのオプションがあるとも述べている。数人のコメンテーターは Google Now の予測能力に関して Google はユーザーのルーチンと日常の生活に関してどれだけの正確なデータと情報を持っているのかと疑問を示している。ありがとうございます。